皆さんこんにちは、マックス村井とリオナリト、ホロビンとシゲシゲです。ワンセットマックス村井マン夏休みガチャワンセットマックス村井マン、はい。まあ、ワンセットっていうのはこの魔法石の課金の単位です。よっしゃ、はい、この、85個これをワンセットという、言うでしょ。言います、ね、で本日夏休みガチャがやってきまして、はい、で私には夏休みはない。あるあるなあるんだ。ないよ。自分が夏休みだ。取る気ねーもん。夏休みだと思ったらそこは夏休み。うん、まだ終わってないから夏休みは。そう。ね。始まった？いつ始まった？小学生。あとずっと。だったら。ああ。だったらわかる。ずっと人生の夏休み。そう。だったらわかる。ニートみたいな。そう。いや。村井さんってニート。ずっと働いてる。村井さんニート。まあ確かにそれも言えてる。夏休みガチャ水属性がもう天候盛りですね。みずみずしてるよね。こんなにみずみずしてる必要ありますかってぐらいみずみずしてる。絶対イズイズが欲しい。イズイズね。イズイズ絶対イズイズ。あ、そう。イズイズ。イズイズ絶対欲しい。なんで？可愛すぎる。可愛いね。もう今後ずっと使っていく可能性があるぐらい欲しい。え、マジで？おお、言った。今まで人生の中で一番可愛いと思って。俺イズイズと可愛いと思ってんですよ。クラスの女子のこと言うみたいな。修学旅行の夜みたいな。夜みたいな。俺イズイズの可愛いと思う。マジ？高くしちゃえよ。そんなに？そんなに？イズイズ好きなの。いや、イズイズイズ確かに。あ、イズイズは購入対象では、あ、じゃねえや、交換対象ではないか。そうですね。そこじゃ見れねえか。確定がね。確定で、着せ替えの枠なんで。うん。うん。まあ私ベロは交換できますけど、まあ引くんで交換の必要ないです。うえ。お。参りましょう。ワンセットベロワン。ワンセットベロワン。ワンセットベロワン。ドローンみたいな。あの確率で言うと2回に1回ダイヤなんで、私から。ダイヤ。すべてダイヤまである。おお。一応、あ、いいんじゃない。私実はごめんね、一瞬ちょっと 見せていいですか。見る。あの初なんですよ前回、うん、バーバランドジリ交換しました。マジかよ。あ、交換したの。初じゃないですね、ごめんなさい。バーバランドジリ交換しまして、まだ進化させてません。はいはいはい、はい、交換して持ってる。ラストいいよ。で、一回引いたのがナビだったんですよ前回。最高最高。で、そのメールがメイメイでした。メイメイもう可愛いんや。このメイメイ可愛いや。最高最高。で、バルキリークレールは交換した。何かで買ってゲットした。全部最高。水着だ。水着が好きなの。セッションやさすぎだろ。なんで水着ってこう幸せになるんですかね我々。まあでも我々だろうな。我々って言って全員の感じにした。じゃあなりませんか。ええ。なる。はい、なる。まあなる。え、どっちでもいい。あ、ぶっつり。ぶっつり。ぶっつり。ぶっつりだ。おい、ぶっつりだぞ。おい、ぶっつり。あ、やばい、先生来た。はい、先生、河野くんがいじめます。なんて言ってんの。なんて言ってんの。めめますってなんすか。分けめます。なんて先生は、なんて言ってんの。これ、早くめろって言わなくて。言われます。引いてる、引いてる。はい。あれ、金出ちゃった。ワンセットメロン。金出ちゃった。可愛い。あ、お尻が。お尻幸せ。お尻幸せ。言うほどそんな別に水着私ねえんだよな。いやいやいや。全然ねえんだよな。いやいやいや、嘘ですよ。全然。銀。ナビが銀なんだね。そうですね。欲しい。銀っぽくないな、なんか。うん、もうね。金金製で。普通に強いですよ。そうだよね。ナビ強いよね、普通に。強いし。ヒーリングスポットですよ。うんうん。このイラストダイヤね。水見るのサウトしたら最高さ、あれですよ、ね、最高さ、ダイヤだよな。ダイヤ、もっと余裕でダイヤ連発だと思います。よし、はい、おお、風神。風神いいよ。風神今回めちゃくちゃ強くなった。なりましたね。 HP がめっちゃ嬉しいんだけど。めっちゃいい。これもちろん進化させた方が強いんだよね。そうっす。だよね。今回その分岐みたいな選ぶ感じじゃなくて一律進化が強いって感じよね。そうですね。これサブにゼラが入りますよ。おっ、ゼラ属性攻撃タイプなんでゼラが入ります。おお違う。あれだろ、ゼラがこのリーダーは強いです、理由ゼラが入るから。いやでも実際そうだと思いますよ。そうそうそう。多分全体がアフロ界今全体がゼラが入るか入らないかみたいな。攻撃タイプの HP1.5 倍、攻撃力4倍、ドロップ操作時間3秒延長、6本分以上でダメージ軽減の 3.5 倍、確かに。いや、もう3秒延長がでかすぎて。めっちゃ嬉しい。だって、これ、リダフレで9秒か。多分、封じんな覚醒。3秒、3秒の 1.5 秒、1.5 秒。すごいな。めっちゃ伸びますよ。もう、操作時間延長のインフレだ。インフレだ。インフレだよな。嬉しい。インフレだよ。うん。
出てくれて嬉しい。嬉しい、ありがとう。見せてくれてよかった。はいはい。でも風神いいっすか。いい、風神はいいよね。いい、風神いい。ちょっと上位の確率一緒見ていい？だいたい 1.5% とか 2% よね、今回ね。うん、ベロアが 1% っすね。ワンセットベロアマン、ワンセットベロアマン、あと13回で 1% を引く。マジバカナビ、ナビナビ、ナビ、あー、かわいい、ナイスナビ。いらんね、ちょっと、ナビですよ。別にもういい、いいよな、ショートカットで。いや、爽やかな、あのポーズがいいよ。アイナミルみたいな感じだな。じゃあもう王道あグラビアだね。あれ王道グラビアポーズ、ね、波打ち際のポーズグラビアアイドルこんなポージングでピースとかする？いや、するするする、しますします。嘘モデルプレスに流れてきたんですよ。モデルプレスとか見てんだ。はい、見てる。俺フォローしてます。フォローしてんの？めちゃくちゃグラビア出てますよ。すごいじゃん。オリコンニュースとモデルプレスフォローしてるから。よし、よし、おい、ちょっと上シゲナツさんだ。あ、アルテミスのナツさん。ウォーター、ウォーター、ウォーターアルテミス？ウォーターアルテミス。ウォーターメロン。いや。ウォーターメロンって要するにおっぱいってことですか？え？メロン、メロン。先生！ウォーターメロンってどういうこと？ウォーターメロンっておっぱいってことですか？スイカってこと？スイカってこと？スイカってこと？アホすぎ。わかんねえもん。自分で言ったじゃん。なんだ、どういうこと？ウォーターメロンってどういうこと？ウォーターメロンってどういうこと？ウォーターメロンっておっぱいってことですか？そんなわけないでしょ。え、じゃあどういう、分かりました。じゃあ本人に聞いてみましょう。本人に聞いてみましょう。本人がさっきボソッとウォーターメロンって言ったわけですよ。いい意図は、え、スイカっぽいなと思って。あの色合いがスイカですよ。ウォーターメロンってスイカですよ。そうウォーターメロンスイカっすよ。なるほどね。私も薄々感じてたスイカって。ウォーターメロンのワイクおっぱいだと思ってすべてがエロいのに聞こえちゃう。月が綺麗です。もうむっつりじゃないですか、やっぱり月が綺麗。グラビアね、ワンセットベローマン。本当だよ、ワンセットベローマン、ワンセットベローマン。ふぅー、はい、あー、マジか。いいな、風神強い、強い、いいよな。2体か、2体目は強い、2体目は強い。その心は、いや、まあ、やっぱレア度高いんでね。そうっすね、2人いた方がいい。交換の玉にもなりますからね。2人いた方がいい。玉的にね。ボーン！おーい！ふっ！うわー！趣味！これはあれでしょ、ダイヤでもちょっと外れの感じでしょ。残念ながら。残念ながら。これビーチバレーしてるのか。そうですね。なるほど。天狗がいますね。天狗がいる。誰かが鼻から鼻血じゃなくて水出してますね。おー。手がたくさんある、後ろのキャラから。念じよ。念じよ。念じよって自分で言ってるように見せかけて誰から命令されてるんですよ、今。念じよって。ダイヤ多いな。よし、念じよ、うん、めちゃくちゃ多いよ、ダイヤ。多いね。多いっすね。星6の引っ掛けダイヤがあるからな、ここね。この星6のウルドチェスター、メイメイラクシーで。そうそうそう、そこ引っ掛けダイヤっすよ。実はこの星6の引っ掛けダイヤまで足したら 80% ぐらいなんですよね。いや、そんなことなくないっす。だって54だけで約 50% でしょ。で、7.5 でしょ。7428でしょ。だから 30% でしょ、星6、うん、だから 50%、 54で 50% ぐらいで、星6で 30% ぐらいだから 80%。 ああ、それ全体のか。そう、びっくりした。全体じゃないです、ダイヤの中。その外れダイヤみたいな感じで456まで入れちゃったら 80% だから、実はダイヤばっかり出て嬉しいとか思いながらも、実は意外と渋いガチャです。 30% のダイヤはあれですね、嬉しい。 20% のダイヤは嬉しい。はい、うわぁああ、男はいいよ。男かよ。ほらやばい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 。入れるから。やばいやばい、男は危ないな。いや、意外と意外と私持ってないんで、あの人系、爆発系、花火系、そんな持ってないから。意外たです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 。おい、やった。いや、紹介パワー。おお。なんて言ったなんて言ったんですか。可愛い。エイシャー、あら、エイシャー言ってないじゃないですか、絶対絶対言ってないじゃん。ベロ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 、南、男いいぞ、やめろよ。アリー、取ってきました、取ってきました。全然アリー、全然アリー。あ、でも6回。よし、動く。セスミンガチャってこれで何回目ぐらいなんだろう。結構昔からやってる人はもう今回はなんかも結構持ってるイメージあるよね。
まあでも普通に考えたら7回目の夏なんじゃないですか。ああパズドラの、でも1年目はね別に夏とかシーズン系やってない。確かに4回目ぐらいかな。結構ね2年目からやってれば6回じゃない。夏じゃない時に復刻したこともありましたね。あああった女の子ガチャとかでたまに入ってきたりするし。最高それで言うとアップバンクの金時さんがもう何回も昔からやってたから新しいから全然出ねえって言ってましたね。ベロはアップバンクの記事で。まあね引いても引いても被るみたいな。まあね新キャラが今回2体でしたっけ。ベロはだからここで引けたらラッキー。ああ金で欲しいキャラいる。かわいい。あいいじゃん。ウェルドール、ウォーターメロン。てか確定ガチャでもベロは出んの。ん確定は出ないっすよ。あれは出ない。確定はいずいず確定っす。確定はないです。あ、確定はないのか、はい、今回は。あ、ごめんなさい。コラボガチャのあれかと考えちゃう。そうね。一瞬。めっちゃ回復作れ。それで出たら超いいじゃん。超いい、超いい。めっちゃ回復作るスキルな人たちばっかりじゃん、今回。もうスッと来て、あと4回。夏といえば回復したいという。おーい、おーい。めっちゃいいじゃないですか。風神とバージリすげえ2体されて前回めっちゃ欲しかった。あなんならベロアの弾がもうね。これプラスを回ってました。そのバージリ何がいいってイラストが最高。最高本当に。言っちゃう、それ言っちゃう。本当に最高ですよそれ。言っちゃう。いやマジで思ったんですよ私も。これ見ててマジで最高だと思います。これこれちょっといやらしいですよね。これちょっとね私これ色がね水着の色が健全なライン大丈夫かなって思いました僕もちょっと一瞬えって疑っちゃいましたちょっとこう流してパーッとタイムラインで最初発表されてチラッと言ってえってなっちゃいましたね。私本当大丈夫かって思いました。ナウシカがメーベで飛ぶ時のカメラワークをちょっと心配する感じにどっちかい感情になりましたね、うん、これ強いよね。回復倍率ついてわためやばい。腹筋の筋がいいですよね。いや腹筋どっち派どっち派。バーバラかジュリー派か。どっちもだよそれもう選べねえよ。女の子を比べちゃいけねえんだぜ。どっちがバーバラですか。どっちがジュリーですか。あのバーバラがあの褐色の方でジュリーが上ですね。じゃあせーのでいきましょうか。ああせーのジュリー。なんつった。なんつった。言ってないっす聞こえたんですけどここ3人はジュリーってなってました。ほんと、まあ、バーバラも好きだな。白い方がいい。なんか仲良くなったら最終的にバーバラがいいなってなりそう。ポンズのジュレーふかーワンセットメローマンが崩壊していく。わかんない、もうだろ。ワンセットメローマンが崩壊していく。ワンセットメローマン、あと2回うわ6個ぐらいあったと思うから。ああ！ふ、お前の名前はなんだ？教えてみろ。ふ、最後に回復それで見た。ここだ！バージュリいい引きだな。風神2体とアルテミスもいいっすよね。いい引き、うんうん、いい引きじゃん。ナビこっからか。このナビ以降ですね。どのナビこの銀千代以降ですね。うん、でも悪くない。全然悪くない。ナビいいよ。2体の風神そしてアルテミス、うん、弾にもなるし。バージュリは1体持ってる。持ってる、すでに持ってる。え、交換できる。ちょっと交換要因として星6以降が使えるんですか、それとも星7から。このバージュリとか風神とかそこら辺ですね。7ですね使えるのは、うん、6までは使えない。7以降で使える。あ、水着ヨグ実は意外と私交換できて、で何気にエスカマリさん、エスカマリさん、私ヨグとか使うイメージないんですけど自分で。エスカマリさんじゃないですか、はい、個人的には。あ、欲しいのか、うん、ベロじゃないですか。ベロじゃないの。へえ。いやなんか贅沢かなと思って。贅沢贅沢使うかな。ベロベロはかな。使うかな。なんか結構その、あ、すげえな。闇のベロはって結構闇場に入りがちな印象があるんですけど、うん、まあそうですね。スキルターン短いし、うん、まあ実際強いよね。強い強いです。
強いよね。強いぞ。3コンボ加算ですよ。わかる。だから3コンボ加算だからリーダーフレンドで6コンボ加算でしょ。だから1コンボで7だよね。なんかココと組み合わせると強いって。そうですね。いろいろ組み合わせられる。片側に入れられる。強いな。いや強いよね。まあそんなわけ。私めのワンセットガチャこんな結果でございました。ちなみについ先日某プロデューサーと飯食いに行った帰り道に某プロデューサーと飯食いに行った帰り道にいやーやっぱりプロデューサーと会ったからにはちょっとガチャ引かないとなと思って追加で何回か個人的に引いてたんですけど瀬戸と、モリグとカメオが出ました。その時カメオん？カメオだよね。カメオカメオが出ました。で私はモリグがハルミさんアップボンク TV でモリグが引いてましたけど、そうそうそう、私もやっとモリグをゲットしました。そう、欲しかった。3コンボ嬉しい。そうか、でもベロはな、そのコンボ加算とかも考えるとな、ハーフルだな。この動画は以上なんですけれども、次の動画でもう一回やります。もう一回ガチャ引かせてください。次回は、まあ確定プラスアルファおまけかな。ちょっとその辺をですね、調整したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなが聞いてる動画はですね、アップモンク TV で順次高田順次上がっていきますので、ぜひとも概要欄のリンクからそちらもご覧くださいませ。さよならー、バイバーイ。順次高田って言ったじゃないですか今。言ってる。